え はいでは皆さんこれッチャー動画2つです動画再生していただきありがとうございます本日は進撃の巨人こちらを見ていきたいと思いますよろしくお願いしますえ前回からねなんか急にお話むずくなったんじゃねっていう感じでですね、えー、今回もまたリアクションしていく中で、えー、皆さんにご不満を募らせるようなねリアクションになってしまわないか非常に心配なんですけども、まあ、僕なりに精一杯拾っていってね、えー、リアクションしていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします、えー、まずね、えー、前回なんです エレンの方に新しい政権というかグループみたいなのが誕生してきまして。 まあ一応ここではエレン一派って形で書かせていただいているんですが、えー、ますますね、混迷になってくるパラディートっていうことで、調査兵団の中でもエレンに疑念を持つ人からエレンをね、崇拝する人からいろいろいたんですが、とうとうそこら辺がね、片元を分かつような形になって、さらには内部にもまだまだね、スパイみたいな形でこのエレン一派残っているんじゃないかなっていう状況になっております。そもそもこのエレン一派生まれる前から、アルミンやミカサ、コニーやジャンナのね、 もうあそこら辺ですらすでにね気持ちがね分かれてるっていうことを考えるとこうなってしまうのは必然なのかなと、まあ、こんなことしてる場合じゃないんですけどねパラディー島の方もあと半年経ったらマーレがね連合を組んで攻めてくるっていう流れもある中で、まあ、内部分裂だったりねジークのことヒストリアのことガビのことねさらには本心が全くわからないこのイエレナとかねラストに出てきたピークちゃんとかねもうピークちゃんがいるんだったらライナーたちいるじゃんっていう,もういよいよ 大きなね動きが表立って出てくるんじゃないでしょうか、まあ、前回ねザックレイさんが亡くなってしまったことによってピクシスさんがね一番上に立つっていう今状況になっているんですが今のところねこのピクシスさん率いる調査兵団っていうのが、まあ、エレン派より完全にね多数派だと思うんですけどももしここでこのライナーたちがね中で大暴れした時エレンがそのゴタゴタをね沈静化させるっていう流れになったらますますこっちの力が強まるんじゃないかなっていう心配 をしております、まあ、とにかく僕としてはここら辺がまとまらないと外の勢力には当然勝てないでしょっていうね果たしてどうやってねこのバラバラになっているみんながまとまっていくんでしょうかジークだってね本当に何考えてるのか実際わからないところもあるしさマジで多方面でいろいろ起きすぎですよ進撃さんそのね多方面っていう中で言えば今回気になるのがこのカヤとガビねこの2人がとうとうレストランに行くよっていう流れになっていて前回のね 中ででそそののハンジさんたちもここに来るっていいうことじゃないですかこのカヤとガビーそしてニコロがねブラウス家の人たちとサシャについてお話しするっていう相当シリアスな展開がある中でさらにこのハンジさんたちが来てその食堂というかレストランにねまた別の保険っていう意味で何か秘密があるんじゃないかとそこら辺も明かされるんじゃないかと思うとね見るのが楽しみな反面超怖いなっていう想像している以上にきついシーンになるんじゃないか それこそまたこのハンジさんたちが駆けつけるっていうことでガビやワルコがね正体がバレてるわけだから見つかって揉めた結果。 かファルコ撃たれちゃうとかガビちゃん撃たれちゃうとかハンジさん撃たれちゃうとかここで急にね誰か大事な人死ぬみたいな流れ来てもおかしくないのかなそれこそみなさんが大好きなおにゃんコポンとかさ言いづらいな本当に <laughs>、まあ、とにかくここに挙げてない中でもね地ならしのテストとか、まあ、前回からちょこちょこ出てきてる兄ちゃんとかもあるしいろんな伏線というか地雷がねどこで爆発してもおかしくない状況になっているのでそれを一つでもね組み取って楽しく見ていければなというふうに思ってます。 おります、うん、えというわけで、ねうん、皆さんも録画したものをしかビデオでもを使って一緒の楽しみください簡単なご案内されました本編スタートですよろしく頼むぞはいスタートでーすさあこれはブラウス旧車ではなさそうだねガビもいないしなんだん なんかやばそうだなけど巨人もいないしあライナーたちかそういうことえ何,何何何何え何これ化学兵器ガス毒ガスあれジ、うん、ーク何これ実験してんのいやダメだ,だよね過去かはああ,あ鶏は普通に。 あ、射もいるあれこれいつだわあわわわこれでなっちゃうんだあれあ違うかなんあいや絶対そうじゃないあれコニーのお母さんだったんじゃない今のえ避けたかった ああもうその時にはねそういうことだったんだあんなガス兵器みたいな使い方もできるんだすごでその結果あの村はああなったんだあそこねうん人の命結構存在だよね エルディア人に対してなんとも思ってないんじゃないの実は人が死ぬこといやけどもうエレン脱走しちゃったでしねじゃこれエレンここに来たらリヴァいるしてどうなっちゃうんだろうおおなんだあああれから伝わったのかな いや脱走したことでしょ今伝わったのもうどうなっちゃうのこれさっきのあのガス兵器みたいなのといいあれジコニーが知ったらやばくないもうジーク殺されちゃうよそして今耳打ちしたのは何なのかなエレンで合ってるのかなもう何が起きてもおかしくないからさだってピークちゃん前回ラスト映ってるのもあるじゃん だから今の耳打ちがライナーたちがみたいな感じの話でもおかしくないしさそれこそあのハンジさんが向かっているレストランの方のガビの問題もあるしそれかあれかな遅れてザックレイ相当がねえ椅子のやつでっていうのを知ったのかもしれないし何の耳打ちなんだろうてかなんかもうさもうめちゃくちゃなんだよね内部本当に。 なんかエレンがさなんか幕末のさ倒幕派みたいな <laughs> いろんなことが被ってくるんだよねこれ見てると日本の歴史とかさ世界のさ戦争とかさそういうのをなんか元に多分作ってたりとかするんだろうけどね参考にしながらいろいろな思惑が錯綜しすぎてでそれが結構現実と被っちゃってさ もうほんと初期の頃のように見れないんだよねこのアニメをさあ今回は「森のコラ」あっレストラン来たあー俺が一番ビビってるやつやガビもいるしいやーニコロ出てくるやつや マーレからなんだけどねうんちょっと仲良くなってない二人ともえそれなのにここで多分決定的な亀裂が入ると思うんだよねこれ大丈夫なのかなあ,あまだガビはいないガビを見た時のさあれよ顔見知りかどうかなんだよねおいあ知らないね 見てわかんないわ。とりあえずセーフだわ怖い怖い怖い <laughs> うん頼る相手としては最悪なんだけどな お姉ちゃんの名前まだやっぱ知らないんだねガビはうんいい感じだったと俺も思ってるよあつながってるファルコもうつながってるか分かってんのかなおい <laughs> しいんだねここら辺もうあれだねすぐ食べたねガビはさっきより最初の頃より。 いやこの料理の熱は置いとこうよもうあーけどあれかまあニコロ的にはねあ来たよあの保険の件についてだよねイエレネが言ってたサシャのお父さんたち家族だからこそ美味しい料理を振る舞いたいんだよねてかこれさハンジたちがガビ見たらやばくない ここで待っててたとして悩みど <laughs> ストレートうん知ってるんだそこもいやこれ大丈夫かなニアミスで済むのかなジャンもいるしなやばくね壁一つ挟んで。 怖い怖い怖いんねえそれさなんか毒でも仕込んであるのか前回なんかワインのさなんだかんだ許してないのかニコロはおい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 なんかありそうだなあのワイン いや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 、どうした急におかしくない壁作ってきてうん、なんかあるよ絶対このワインん今だ あそこに行って話聞くってことかガビはどうすんだいやいやトイレにああまあカヤちゃんはそうなるよねけどカヤちゃんそれもう本当複雑なんだけどどうしたらいいのよ来たああ面識がないのは助かったけど うーんいや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 大丈夫かもうドキドキしちゃうハラハラしちゃうようんほらもうもうそろそろ気づくだろうニコロもあやばい そんな喜んで言わないで。ファルコ気づいた。やばい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 。ああああ。うわ。おい危な。今死ぬのかと思ったここで。えけどファルコやばくねえか。あんな。てかもうこれもうどうすんの。 あーえ結構やばくないかええ嘘だえうわっまあけどもうこれはこうなるよねうんーここ連れてきちゃったうわカオスだカオスあっはっはは

うーん。顔薄すぎだろうか。うわ、本当に好きだったんだね。 <laughs> もう <laughs> いやーちょっとこの場を収めるのは誰なんだお父さんいやわかんないお父さんがやりかねないいやかやちゃんなんじゃないかなって俺思うんだけどな ここでかやちゃんがさらになんかやっちゃう流れも怖いな怖い怖い怖いどっちどっちなのアンジさん いや、もうその刃物ののを下ろしてくれないと全然話に集中できんいつ行ってもドキドキするーガビーダメかなすごいドキドキするあっ おお父さんあ森のコらってここかうんーこのお父さんもそういう考え持ってたんだうわーここで止めようって連鎖を。 いや、すごいあなたすごいよいやニコロもえー、かやちゃんもその考えだったけど両親も立派な人たちだわ大丈夫って言えるあええー、かやーやっぱそうなっ けど止めたねあーあ違ったああうわー一番最悪のパターン来たうわー今殺されたかと思ったわカヤもそういう思想と思ったけどやっぱ無理だったよね本人前にして <laughs> やばすぎるんんやっぱりあのワイン毒入りだったんだえ嘘でしょうだええー 何この展開もうすべて斜め上へ行く。 いや,いや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 やばうんそうねここまで来てね結局そういうまた決断に戻るっていうのはやだ受け入れたくないよね出た非礼状だ もうどこもかしこもああまた戻るのかいそしてねえここよこれどうすんのよ座標えうん。 あ,あ、自分で入れたのああ、そうかそうかってことはもうすでにジークの脊髄液えやばいめっちゃ飲んでたよね他の高官の人たちも。 硬直はしてなかったよ、あいつら飲んでたよあのヒストリアの話してる時うんどんだけ飲んでんだよこの店でだからそこから助けたかったんだねニコロはジャンたちを。 うん、だから描かれてたのねこのタイミングであのあーこれと同じようなことがいやちょやば、ね、これがエレンが仕組んだことなのかエレンがジークとつながっててジークが仕込んでことなのかもうどっちなのよ ってこと今ジークがなんか発動しようとした瞬間もう <laughs> パラディートの中の人たち勝手に巨人化する可能性あるわけじゃん君の調査兵団の人いやニコロお前うーん偉い ガビはどうなのこういう会話聞いて一連のなあミカサが守るなんてねサシャがさ死んで涙したそれでも止めたんだよね瞬発的に。 そういう考えでいてほしいんだろうなガビは多分あれえちょっとどうなってんのまさか現れるなんておいもうめちゃくちゃやんけこのレストラン顔押すどころじゃねえ ねえ、うんうん、やば本当にそうなってたとしたら、うんなるほどそうか。 いや、いるもんね。スパイ。でも、ごっちゃごちゃ。ああ、そういうこと。もうどこに誰派がいるの？いや、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 いや。 もう誰が何を考えてんのかもう訳が分からねえうーんだから本当にそれがジークの考えなのかええー だからエレンも協力してるってことだからフロックも知っててもおかしくないもんね。いやーこれどうなっちゃうのいよいよご対面だけどね えあ一応話し合いに来たの何かしらの何の話をするのよこの状況でもうどうなっちゃうんだよもう訳が分からねえ何がしたいのエレンワインのことといいさどこまで何に関わってんのかも分からねえしジークとどういうとこまで話し合ってんのか いやそしてやっぱレストランすごいことになったねあのかやちゃんとかとのさまずニコロが気づいての流れ、まあ、あれか,ぶか,ぶかばったねファルコがああいう形になってただねワインで頭打たれて「お大丈夫なの」くらいに思っていたらだよまさかのジークの脊 <laughs> 髄液。 からのあのお父さんたちのところにね二人連れてってのお父さんすげえわ成人というかねもうあのループ本当に止めたいんだね負のねだあの教育があったからガビちゃんもあんな立派になったんだなやっぱすげえなーって思ってたらそのガビちゃんがさタタタタタみたいな であーもう終わりじゃんもうガビちゃんがあガビちゃんじゃねえカヤちゃんがガビちゃん刺しちゃうんだって思ったらさそれをミカサが止めるんだよおお予告うん何をだからそこの内容なんだリヴァイの今の暴悪どういうこと ももう予告かかからは何も分かんなかったまあとにかくちょっと話ちょっと戻るけどもそのミカサがね瞬発的にねサシャ殺されて泣いてたミカサが止めるっていうねあれ瞬間的に動かなかったら多分止めれないっていうところだからそこを止めれるミカサっていうのもまた立派だなってフロックとか裏切ってるやつらもあのワインがあのレストランに搬入されてたっていうのを知っていて、まあ、調査兵団の仲間が飲んでるっていうのも黙認してたんだ エレンがねあのワイン黙認してたっていうのがもうねやるとこまでやっちゃうかなっていうとこまで来てる感じで描かれてるしこれがジークにそそらかされてなのかエレンにもまた考えがあってなのかちょっとよくわかんないですけどもあとやっぱあれだねファルコがジークの脊髄液を飲んでしまったのかどうかってとこが非常にこのあと重要になりそうですよね、まあ、多分飲んでるんだろうけどね 飲んでるんだとしたらだよ、まあ、他のね調査兵団の高官の人たちもそうだけどもどのタイミングでジークがね叫びを上げることによって巨人化してしまうかっていうところですよねいやもうファルコダメじゃね俺これファルコが結構この進撃の巨人後半さなんか両方の視点をね見てるから理解していい形に結末持っていく重要な人物になるのかなと思ったんだけどファルコ途中で脱落しそうだねそれをまた ガビは見てどう思う思んだろうかもそれをやっちゃうのはジークっていう流れになるでしょうもしかしたらそれまでガビも生きていないのかもしれないもうわからない何もわからない怖いもう進撃の巨人が怖いよもうそれでいい、えー、今回は怖いなって思いました <laughs> はいというわけで、えー、今回の、ね、進撃の巨人に関する皆さんの感想だったり僕の歴者に対するコメントなどお待ちしております、えー、以上動画を2つがお送りしましまたババイバイ